はい、カノンの TV へようこそ、カノンです。今日はですね、以前アップした新大久保でたくさん食べ歩きをする動画があったと思うんですけど、そこで密かに行われていた新大久保全身コーデを組むっていうコーナーがこの間の動画内にあったんですけど、その中がですね結構濃い内容で、そのなお洋服屋さんでお洋服を選んでたりしたので、今回はですねその映像を見ながら解説付きで動画を撮っていきたいなと思います。それではレッツゴー。はい、ですね、今回の動画自体は実は著作権的に音楽がガンガンにかかっていたので使えなくなってしまっているので、今回は私のアフレコ付きという形になっております。なので無音の素材に喋ります。もうお買い物が開始されております。ちょっとこの日少し寒くてお着替えしたいなって思ってたのもあるし、ちょっと韓国要素のあるお洋服を着たかったっていうのもあるので、結構いかつめのお洋服を選んでます。これは向こうのお店のですね店員さんがこれとこれの合わせが可愛いよっていうのを教えてくれたりして、今コーデを組んでいる状態です。いろんな着方ができるアイテムだよって言われてます。ロンティーとベストがセットになってるんですけど、別々で着ても可愛いよって教えてもらってます。ほら、いかついですねって言いながら、ヨーっていうポーズをしてた。ちょっとラッパーっぽいですねっていう話もしながら。この日着てたお洋服が、まあそうだな、ピンク系のシャギーニットみたいな感じだったので、イメチェンしたい気分だったんだと思います。もうね、すごいミニスカートコーナーとか、興味津々に見てます。大学生になって、本当にミニスカとかは履かなくなって、それこそこういうワンピースとかはこう1枚で着たりするんですけど、ミニのスカートを履くことがすごく少なくなった。でももうお買い物する気満々なので、結構本気で選んでますね。そう、靴屋さんというか靴コーナーも結構充実してたんだよね。厚底のスニーカーだったりとか、ハイカットとかもすごいあったし、着て帰りますってアピールがすごい。でもね、もうね、本当にズボンの裾がびちゃびちゃなのよ。びっくりするぐらい、もうなんか海というか水たまりに足ドボンってしたんですかみたいな足をしてたので履き替えようとしてます。結構ねお買い物してるかな。あ、もう早速試着しております。着替えて出てきました。トップス OK です、これにしますって言ってますね。もうこの時にはもうオールブラックコーデをしようって決めているので、そう、そしてこの黒に緑のそのロゴの入ったですね総柄のシャツ手にしました。いや、これほんと可愛かったんだよね。でも店員さん的にはすごい白の方が女の子らしくなるよって言ってくださってたんですけど、その意見を全然聞かずに私はあ、これがいいですって言って黒にしてたと思う。ちょっといかつい気分だったんですかね。いきなりファッションが変わりました。甘い要素はゼロにしたかったので、その靴下のちょっと上にちょっとフリッとなってる部分があったんですけど、しまい込んでしまった。もう完全に変わりましたね。そう、いや、でもなんかちょっと強めのコーデをすると本当に気分がちょっと強くなった感じがして、新大久保で一人だったんですけど全然堂々と歩けました。これもしかして本当に一人でお買い物してもお買い物できるんじゃないかなって思うくらい堂々と歩ける気分になった。自信がついた着たままタグを切ってもらうスタイルでですねお洋服をやってもらった。お会計ですね。そう、ちょうどこの日ハイカットを履いてたので、スニーカー履いてたから結構いかつい洋服でも合ってましたね。結構黒のお洋服だと何でも靴合わせても可愛くなるから、可愛くてかいい感じにまとまるので着て帰ろうとしてます。これはもともと自分の持ってたカードケースかな、それをぶら下げて歩こうと思ってます。ちょっと割と値段がしたんですよ。そこに驚きを隠せなくて、びっくりしちゃった。普通にいいお買い物してました。
いやでも、まあ、全身コーデなので割とするかなとは思ってたんですけど、いやでも割と薄手アイテムだったし、まさかと思って本当に多分5、6000円でできるかなと思ってました。こう YouTube のカノノノン TV の企画では割と島村コーデとか GU コーデとかのコーデを組んでることが多かったので、それって本当に全身で2、3パターン洋服が組める状態で1万円とかだったから、だいたい5000円ぐらいで収まるかなと思ってたんですけど、まさかのでした。そう、でも 20% オフというか、あのマスクもつけていただいて、今回購入したアイテムが、ショートパンツと黒のトレーナーと、あ、ニットじゃない、ベスト付きのトレーナーと上に羽織るジャケットだったんですけど、結構そのいかつめだと思われていた緑と黒のジャケットがですね、ロゴのすごい使いやすくて、こう結構モノトーンなコーデをした時のすごいポイントになるんですよ。だしちょっと寒いなって思った時に軽く羽織れたりするので、すごい使える。いや本当に今回使いやすいアイテムばかり買ってると思う。パンツもね、そのちょっと挑戦してる感じのショートパンツにここにベルトがついていて、そこにこうボタンでちょっとアイドル感って今言ってるんですけど、その韓国のアイドルの子たちみたいにここにちょっとガーターベルト風になってるんですよ。なのでなんか着方によっては衣装っぽくも履けるし、あとねハイウエストだからすごいあのスタイルがよく見える。はい、ということで終わりました。はい、というわけでですね、まさか私も新大久保の食べ歩き企画で全身コーデを組むとは思っていなかったので、もう驚きが多かったんですけども、すごく楽しかったです。やっぱファッション系って楽しいなと思ったので、またコロナが落ち着いてこう外でお買い物とかができるようになったら、ファッション企画とかもどんどんやっていきたいなと思っているので、楽しみにしていてください。そしてなんかこういうコーデ組んでみてほしいとか、まあおすすめの韓国ファッションとかのがもしありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。そして今日のノーウェアですね。今日のノーウェアはハバグッタイムの合ってるのポロワンピみたいな感じです。なんかねタオルっぽい生地になってて、ビッグ T シャツなのでワンピースとして着てます。はい、こんな感じです。あとネックレス作って、これはねあのスタイリストさんが作ってくれた。今日も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてくださいね。バイバーイ。